正直初回の時にいきなりその彼氏いるのって聞かれたりとかちょっと台本にないことがあまりにも多いので毎回ドキドキしてたんですけど、もともと大好きだった南さんとなんかだんだん距離が縮まってる感じがして、プライベートでもあのなんていうんですか、お買い物行かせてもらったりとか、この機会があったからこそ距離が縮まってる感じがしてとっても嬉しいです。普通アイドルに彼氏いるのとかって聞くのって NG ワードじゃないのって、もうなんか見ていてドキドキしましたけれども、でももうアイドルじゃないですね。その時はもう卒業してたので、そうですよね。でも卒業して割とすぐではあったそうだったんですね。ほらでも皆さん気になるじゃないですかそしたらなんかなんて言ってたんだっけ、好き、なんて言いましたっけ、なんか特定の人はいないみたいな一番最初の回答をしたんですねあまりにもとっさで一番最悪の回答しましただいぶ前の話になってしまうんですけど、南さんのお家にお邪魔した時に、うん、南さんの手料理とともに一番搾りを飲んだ時がもう一番最高でした。嬉しい。ちなみに何を振る舞っていただいたんですか和食でした。一番美味しかったのは茄子を煮込んだものがもうすんごく美味しくって、茄子の煮浸し、煮浸し、はい、シンプルなのにこんなに美味しいんだって思いました、はい、一番絞りってありますあ、銘柄まで指定してきたと思ったんですけどでもあってよかったですすごいおもてなししていただきました